お疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけども、今日はですね、とてつもない報告をしたいと思います。ちょっとですね、最近 YouTube の動画の更新が悪くなってしまい、ここはですね、ちょっと申し訳ありませんでした。で、何をですね、今日は伝えたいのかと言いますとですね、まず、ちょっと東京クラス別の報告をね、まず、この動画としてまだ出していないんで、ちょっと軽く報告をさせていただくんですけども、75キロ級ですね、残念ながら予選落ちとなってしまいまして、もう何も手も足も出ずに、予選落ちをしてしまいました。応援していただいた方、本当にありがとうございました。で、正直ちょっと本当に自分の体がですね、何一つ通用しなくて、で、1ヶ月後に東京ジュニアが控えているわけなんですけども、ちょっとあまりにも正直な話、あの舞台に立つのがね、ちょっと怖くなってしまったというか、みんなの体のでかさと絞りとカットとかポージングのうまさに圧倒的なね、体だったので、ちょっとトラウマになってしまったところがあって、で、完全なる言い訳なんですけども、本当にちょっと減量をやめようと思ったんですよ。もうジュニアも出たくないと思って、もう逃げたくて逃げたくてしょうがなくて、でも食べちゃえばもうね、絞れなくていいからもう逃げちゃおうと思って、たくさん、要はバカ食いをしてしまったんですよ。バカ食いだし、切れ食いだしみたいな、もう出たくないからもうたくさん食べてもう逃げちゃおうって思って、そうなった結果ですね、1週間、東京オープンが終わ、東京クラス別が終わって1週間経過したわけなんですけども、計量の時が 74.4 だったんですよ。で、今体重測るとこの1週間で90キロになってしまいまして、本当に食べまくっちゃいました。ジュニアがあるのにもかかわらず、もう出たくない出たくないの、もう恐怖心一つで、逃げたくて食べまくっちゃいました。で、本当に90までいったのかよと思うかもしれないので、ちょっと今から体重計に乗ります。はい、という感じでございます。もう本当にやばいぐらい体もブヨブヨになっちゃってます。ちょっと自分のね、あまりにも弱すぎるこの心が、メンタルが招いてしまった結果でございます。で、自分の体をね、まずこの YouTube に晒してみます。もう
ラス別の時のような腹筋はありません。はい、こういう形になってしまいました。本当だからジュニアは本当に諦めようかなと思ったんですけども、僕の働いているジムの方々であったり、この YouTube を、見ていただいてる、全然僕有名じゃないんですけど、有名じゃないし、全然知名度もないんですけども、見ていただいてる方々から本当に、東京ジュニアも、頑張ってとか、まだまだこれからだよとか、こんなところでつまずいてちゃダメだと、いろんなね、コメントを、励ましのコメントをいただきまして、ジュニア出ないようにしようかなと思ったんですけども、残り1ヶ月の中で、本気で振り絞って、東京ジュニアに間に合わせる体を作りたいと思います。正直めちゃくちゃやらないとこの体は本当にどうしようもないかなと思ってます。けどやっぱり応援してくれる方々のためにも、家族のためにも、ジムのお客さんのためにも、師匠のためにも、やっぱりここは最後覚悟を決めて出るということを決めましたので、92キロになってしまった体をですね、まあジュニアは体重の区別がないので、できる限り絞って最高の結果を残せるのであれば、そこを目指していきたいと思うんですけども、正直どこまで絞れるかわかりません。出し尽くして、やり尽くして、今年の減量、終わりにしたいと思いますので、東京ジュニア8月25日、それまでどこまで絞れるか、この体になってしまった、この1ヶ月でどこまで絞れるか、本気で頑張りたいと思います。という感じなので、今日はね、こういう報告動画にさせていただきます。いつもこの YouTube を見ていただいている皆さん、本当にありがとうございます。だから本当に焦ってはいるんですけども、マジで絞って本当に頑張ります。せめて舞台の上に立てるぐらいの体には戻したいと思ってます。この1ヶ月でどこまでやれるかわかんないんですけども、全力を出し尽くしたいと思います。それじゃあ今日はこれで失礼します。ありがとうございました。失礼します。